忍女験明治43年12月11日は、日本の漢学者、東京大学講師、名は明、字は文則、り、号は助天芸、国際法学者の忍淳平の父、忍寛一郎、忍聖三郎の祖父、鳥取藩囲、忍武昌淳の子、江戸は、金杉の藩邸に生まれる、忍家は代々因州鳥取池田藩の寺位だった。 兄なお帝は、範囲として五人、口三十票を受けていた。二歳の時に父を亡くす。家庭生活には、恵まれず、移植も欠乏するほどであったが、幼少の頃から学問を好み作文に乗じ、飢えや、寒さにひるむことなく、学業に励んだ。海保漁村、吉野勤僚、大月番慶について、京市、文治を治めた。医術を誰に学んだかわからないが、 学なって初めげ屋の儲かに流遇し、北草を経て、平塚村に寄遇しており、その頃が女県の30歳前後だと言われている。明治になって、東京の高等本書で気分金衝動という塾を開いて、感学を教えた。東京大学より招かれて、講師となる。その後、三重県立中学校教官、和歌山県の中学校教官を経て、東京に戻り、 小石川竹市島町に住んだ。明治43年12月11日、中部のため、小石川区小日向竹島町の自宅で死去。東京、谷中墓地に葬られる。性格は偏郷で短期であった。気予報編の多い人だけに、友人は少なく、修正の友として、鳴島隆北の名が挙げられる。最強5つかつ雄弁であり。 アコーロー氏の講話を得意とし聴衆の中には泣き出す者がいるくらいであった。人となりは、高顔、よく人を罵る年の一人である、羽倉ら感動に評されている。友人だった、ヨダ学会は、気象が来楽で飾るところがないと評する。ABCDEFGHIJ、鳥取県大百科事典407ページ ABC、新聞人。 忍ぶ一郎6ページ事前秘文に、眼光なしとあって兄弟はないとされているが、勘学者電気修正には、長太田氏の弟となっていてつまびらかでない。ABCD 森治著、むちょ、陰白の石たち361ページ。はっとりとしなが、自転有名人の死亡診断近代編付録。近代有名人の新一覧14ページ。新聞修正明治編年史。第14巻。 p339 abcdefghij 陰白郷陰皮刺しゅう尺211ページ小字イコール共に頼る当てにするのいで子は父を字は母を言う順序を正,正しく飛ぶ狩りのことより兄弟を例える短期でまっすぐな気象を外に出て勤めず家にいて abcdefghij 陰白郷陰皮刺しゅう尺212ページ見解であること 妥協することのない性格的なやむ様世俗を忘れた清らかな議論。主として、老僧の議論を言う豪局イコール故郷。ありがとうございます。